はい、それではですね、本日京都に来ておりましてロフトマン4店舗連続買い物というのをね、初めて試みたいなと思って、4店舗全部回れるか僕の財布からお金がなくなるかどっちが先か分かりませんけども行こうかなと思いますので、まずは1981さん以前も行ったことあるんですけども、こちらから行きたいなと思いますので行きましょう。 When I think about the way we used to be、まあ、前も見たけどニードルズとかね結構多くて、ニードルズって何やったの？あの蝶々のやつね。そう結構コラボもしてるみたいよ。へー、最近。どうぞ。ありがとう。では見ていきましょう。はい。これオフィスにジャージあるよね。あるね、黒のやつね。こういうさトラックジャージっていうの、うん、昔流行ったよね、うん、俺中学生ぐらいの時にさ。プージャは流行ったけどね。ちなみにどう？あ、でもそんな変じゃないよ、うんうん、これ得意な色や多分、うん、くすんでるし。俺ニードルズ S やね。あ、そうなの？だけどこれ XS だからちっちゃい。絶対ちっちゃいじゃん。まあまあ今まあ雰囲気もうダメ、あれだよ面白いよ。大阪のおばちゃんが息子のジャージ着ましたみたいな、服買いに行ったみたいな、うん、ダメですね。ダメですね。これあの松尾番内カーディガンって言うてな。うーん、松尾番内さんがよく着てそうな男女兼用っぽい。これ大阪の人は知ってんねん、男女兼用って。知らん？松尾さん？松尾番内さん知らん？え？松尾番内さん知らない、初めて聞いた。男の人？あ、これ知ってる？鉄とかあの建設の時に埋めてな。あ、知ってる、知ってる。最初の創業者の人たちがデニムとかもこれ埋めたりしてんねんけど。前回言ってたね。これ苦労したみたいよ、相当。へえ。知らんけど、あのニードルズのやっぱ半袖とかも結構入ってきてるよね。たっくん柄似合うからいいじゃん。そうしかもくすみカラーだし。昨日さ、うん、幼なじみのパーソナルもやったし顔タイプもやったけどさ、うんうん、幼なじみもな日焼けしたらな柄に合うとかもあるから、うん、人によって。俺はまあ日焼けしなくてもいけんねんけど。ああ、かわいい。 FCE ってなんかアウトドアのブランドであるよね。ちょっと着てみてよ。これ多分こういうの得意やでお祭りならない。あもうナンパされたら怖いもうクローゼットに入ってたやろありそうやろ。ありそう。店長さんも似合いそうやな、ここのな。あー、似合いそう。なんか肌白くて、うん、こういう黒のタンクトップでダボっとしたパンツ履いてみたいな、うんうん、俳優さんみたいなお顔してるしね。うん、そうやね。あ、こんにちはお邪魔しますあ、これや、店長着てるやつ。一緒？おお。ほら、あ、本当だ。これはすごいね。透けてんねんもあ、本当だ、透けてるね。そうやろ。明太子の皮みたい。あのダウンとこ見てみようや。ああ、この前すごかったところ。あ、ここは普通になってる。ダウン工場じゃなくなった。レザーもあるし。あ、へえ、こんな感じなんだ普段はな。うんうん。で冬になるとダウンなんねんな。ここカナダグースあったとこでしょ。そう、ブワーッと。こ前回させてもらってるかな、映像、うん、分からんけどさせてもらいましょうカントリー農業親父になっちゃうもうね、カントリー農業親父のせがれ状態、うん、これでも似合うよ。なんかな、パンツも欲しかってんな。うーん、いっぱいあるよな。うん、ナイジェル・ケーボンや。あ、なんか聞いたことあるね。うん、ナイジェル・ケーボンベージュのパンツぐらい履いとったやん。あ、カナダグースのシャカシャカだ。うん、でも表の生地はダウンで使われてる生地とちょっと違う感じする。あの、ごついごつじゃない。うん、違う。あ、ほんと普通のナイロンちゃうかな。後ろ光るようになってんのかな、それ。何のこれだ。あ、これほら、たっくんここを覗いてごらんよ。見えるよ。これね、名前何曲か知ってる？小部屋？背中の小部屋？うん。まあ間違いじゃないけどな、ベンチレーションやね。脇だけだと思ってた、ベンチレーションって。こういう通気性のあるやつをベンチレーションで言う。ちょっとちっちゃいの。そうなんだ。これちょっとパツってくね。パツってるね。だいぶパツってるね。あ、後ろがすごいなんかマントみたいになっとる。それは合わへんわ。どうも高血圧ですもんね。あ、そうなんですね。すみません。2019年からですかね。マウンテンパーク始めて、あのスプリングサマーコレクション。夏にも出た。そうです、そうです。春夏しようとして、もっと待ち着がしやすくて軽くて、それこそ撥水性に優れてて、とかっていう。これちょっといいですか。はい。こんな感じです。うーん、ちょっとライン入ってる、ね、あれなんかアメリカの制服みたいですね。消防士みたい、ミリタリーみたいな。でもこれはダウンと同じ素材かもしれない、うん、触ってみて。これダウンと同じ素材ですか。あ、本当だ。あ、違うんですね。へえ、でもなんか似てるよな。似てるね、強い感じが。さっきの方がちょっとつるんとしてたけど、うんうん、でまたこのブラックのロゴがな、うん、ここやな。そうそう、さりげなくていい。え、めちゃくちゃかっこいいよ。なんてやろ、生地感的には
めっちゃごついかって言われたら、うん、マウンテンライトみたいな感じ、ノースフェイスのマウンテンライトジャケットみたいな、こう裏地がついてて、うんうんうん、でまあ70デニールまでないかもしれんけど、まあ、そこそこ張り越すのあるような感じ、まあ、こういうマットな黒って男の人好きやしな、うん、それなんかこういうな、それはベンチレーションついてないんだね、これベンチレーションじゃない、デザインだねデザインですね。いやちょっとさっき来た時ここムキムキやったから鍛えたからかなと思ってレディースだったね、レディースだったビチビチだったな。ちなみにお値段の方がですね、うん、こちら9万2400円ということで、今僕 XL サイズ着てたんでちょっと大きいかな、ちょっとでかかったね。もし人と違うマウンテンパーカーが欲しいと思われる方はいいかもしれないですけどもね、うん、あジップもダブルジップなんやけど、うん、カナダグースのジップって大きいね、うん、それを使ってるわそのまま、サイズ5号とか言ったりするんだけど、うん、5号って一般的なサイズだけどこれ8号ぐらいあるんだから、ちょっと大きい。なんか最近薄いのが流行ってるのこれ、春とかじゃない、ベルネックスも、うん、おしゃれな、おしゃれな、これ変わってるよな、うん、本当だね。めっちゃ上品な生活しとかなあかんわ、強めにガーンってやったらもうビチビチビチしてる、上品カーディガンっていう名前ね。あ、いきりさっき言ったのこれか。あ、それか。ちょっと薄手の。これパクろうと思ったらダメでした。かかってます。ちゃんとなってる。パクれません。そりゃそうだ。こっちはちょっと薄手ですね。これからの時期ちょうどいいんちゃうかな。さっき着てたレディース着ちゃった的な感じのやつ？うん、もうちょっと薄いかもしれん。ほんまにウィンドブレーカーみたいな。それもかっこいいじゃん。でもお値段するんでしょ？84。おお、結構するね。やったらもう1万出して先のやつの方が俺は好きやったな。確かに、まあ、今の時期やったらこれがぴったりやんな。店長、うんうん、なんかおすすめあります？ちょっとざっと見てんやけど何がいいんかなと思って、今これからの時期やったらパンツなんか長いのでおすすめとかってあります？ベーシックなところでってなってくるとやっぱりオーラリーとか。ああ、オーラリーでドメスティックが長いですよね。そうです、国内の、国内の岩井さんブランド、男性のデザイナーさんとかあ、へえ、黒パンでちょっとゆったりですかね。あ、そうです、そうです、あとはまあアワーレガシーとかも比較的なんか車の名前みたいな気がレガシーがねパンツ以下ちょっと履いてみましょうかね。いいですか、履いてみて。スウェットも置いてるし、基本的にやっぱりオーラリーはカットソーがいいですか。あ、カットソーなんですね。ちなみにカラーはこの辺りぐらいじゃないですか。そうです、そうです、いいコットン使ってるんですね、やっぱりすごいです。もうフィンクスコットン、エジプトなんですね。ほんなそうです、そうです、ドヤ顔やん、ちょっと。だってフィンクスって言ったらエジプトしかないやん。あ、そうなの。これが、定番のパンツでしたっけ。定番です、はい、テイパードっていうかズドーンと押してるって感じですね。スナップの方多いんで、あ、めちゃくちゃいろんなこう店長の方とか、うんうん、店長の店長の方とかもよく奥さん連れて、お子さん連れてきて買い物してくださったりとか。カットソーにします、やっぱりあのオーラリーの、はい、あ、半袖なんや、オッケーね。じゃあこれをお願いします。すいません、ちょっと見せてよ。着ないんだあ、でも着といた方がいい着とこうか一応、うん、確かに着てみせてよ。動画的にも着といた方がいいよな。まあサイズもバッチリでしょ。あ、いいじゃん、いいじゃん。今ちょっと中に着てんねんけどな。うんうんうん、 M ですね。はい、かっこいいです。うん、形も綺麗やな。うん、じゃあすいません、これでお願いします。あ、本当ですか。はいバラクタでしたね。バラクタです。 G9 ですね。 G9 ですよね。 G9 赤もあるんですもんね。入ってます。これちょっと一回着てみていいですか。はい、すいません、ありがとうございます。あ、中がすごい。うん、中はこういう柄やね。どう？それでいいの？これが、M ですよね。そう、 M です。これで本当にぴったり。ぴったり。で、リブでキュッと止まってくれる作りなんで、うんうん、そうなった時にサイズ上げるとどうしてもここの生地っていうのがたるんじゃうんですよね。うんうん、できるだけイギリスものとかのオーセンティックなブランドさんとかっていうのはある程度やっぱりピタッとジャストサイズぐらいで合わせてもらった方がやっぱりかっこいいのはかっこいい、ね。ルイスもそうですもんね。そうです、そうです、そうです、まさにです。じゃあこれでお願いします。はい。この人が来とてん。あ、へえ、うん、俳優さん。Gパンとかもそうですもんね。そうです、そうです、ものすごく有名な方なので、ジムトップでもなんか運動着じゃないですけどね、うん、おじさん臭くなっちゃうのもありますもんね。そうです、そうです。それを完全にこういうね、有名な方々が着られたことによってファッションのもうアイコンとしてやっぱりなってったので、あの剣高倉とか日本で言うと、あ、そうです、そうです、そうです、すごいかっこいい人らが来てね。でも一歩間違えれば、うん、その作業着っぽくなっちゃうから、うんうんうん、それはやっぱちゃんと鍛えたりとかしとかんとね。よし、僕これ着ていこう。それ着ていこう。めちゃくちゃでもいいっすよ。あ、いいっすか。めっちゃいいっす。似合ってる、似合ってる。じゃあちょっとこれで一旦お会計お願いします。はい、結構ね、見に来てくださった。あ、そうなんや、よかったよかった、よかった、うん、結構いろんな方に。でもこの見た目やったらわからんくない？また変わってるからさ、うんうんうん、あれって最初店長右に当たらんかったやん。こっちずっと見てくる。どこにおんの？あ、店長や。これタグもまとめて、あ、ありがとうございます、すいません。
着るのね。なんか兄弟みたいになったよ。色味が一緒だよ。すごい、下が黒か青かだけ。かっこいい。どっちがどっちか分かんない、私の姿。すみません、ありがとうございました。ここは似てるんですけど若干違うので、一軒飛ばしたところ、はい、これも隣って言っていいでしょう。はい、隣ですね。じゃあ行きましょう。お花、はい、あ、交代するのか、ここから。あ、交代で、その隣もありますのでね。その隣は次週行きます。今週は一旦ここでおしまい、はい、行きましょう。はい、すいません、お邪魔します。よろしくお願いします。あ、ウーホス、あ、欲しいやつ。あ、テカテカのやつね。うん、でも結局この分厚さがいいなと思ってさ。あ、そうなんや。うん、欲しい。今年のパタゴニアの柄や。かわいいね。あ、レディースもあんねんな、このボードショーツ。私は履けない丈になってしまった。なんで？ちょっとお肉がね、お太りさんでも、お太りさんだったから。これってチャンピオン？あ、違うか。これ UCLA って大学やねん。これ前も持ってなかった？うん、私着てるよね。うん、アメリカの大学 の、 あの UCLA って名前なんやけど、うん、そっから T シャツがいっぱいできてんのよ。へえ、あ、これ可愛いと思ったけど、私これはあんまり好きじゃない。なんで？体操服みたいな。それはスタイルよ。そういうスタイルやからそうなのよ。そっか。子供も可愛いのがありますよ。そうか、ここはレディースとキッズなんやな。うん、うん、あ、ママと一緒に着れるみたいなね、うん、何見たらいいか分かんない。ちょっと奥行ったら、うん、アウトドアから雰囲気変わってくんねんな。あ、そう。あ、そうか、切れ目系が前あったね。前ここでダウンなかったっけ？あったあった、ダウンあった、ここら辺に。あったよな。うん、かわいい。私着たらパジャマになっちゃう。なんか大阪万博そんな柄やんな。そうなの？いかがですか？かわいいよ。これスケスケのやつかわいいよね、中にさ。なんでさ、うん、女の人ってさ、うん、そのスケスケを好むの？スケスケかわいいし、まあちょっとさ、やっぱ見せたくない部分もあるじゃん。はあ、だからまあこれだって日に焼けないし、あんまり。かわいいよ。これ今日のこれに中タンクトップ着て、これかわいいじゃん。おしゃれな T シャツ着てるね。あ、ありがとうございます。これは自分で買いました。あ、そうか、久しぶりに。これニードルってやつ？あ、ほんまやな、レディースもあんねんな。へー、さっきあっちにあったやつか。あったな。これなんか誰かおじいさんの名前言ってたじゃん。あ、松尾番内ね。分からんけど、松尾番内カーディガンね。分からんの、それが。いかがですか？うーんとね、これかな。あ、靴？一番これがいいかな。履かせていただく？履かせていただく？履かせて、先生、履かさせていただこうかな。それ持ってな、履かせさせていただいてもらってよろしいですか？これってさ、こんな格好にも合うよね。はい、履いてみるの分からへん。右足で行った多分な、うん、右利きは左足やね。あ、そうなんだ、うん、そういうのあるんだね。あるある。突然大きなんねや。あ、ありがとうございます。いいですか、すいません。店員さんも左を普通出すから。あ、そうなんだ。右は左やから大きいのは。知らなかった？知らなかった。どうやって買い物してた今まで？なんか適当に脱ぎたい方脱いでた。あ、そうか、うん、どう？あ、柔らかすぎて分かんなくなっちゃった。下手な。かわいい。いい？どうですか？すごくかわいいよ、トータル的に見ても。うん、夏にぴったり。夏にぴったり、かわいい。どうしますか？黒か、はあ、そのベージュ、はい、どっちがいい？ B さんみたいになるな、やっぱ色ついてると。なんかね、かわいいんだけどね。うん、見てかわいいのとさ、履いてかわいいってまた変わるのかな。うん、確かに名言ですわ、今日。皆様こういう時はどうされてますでしょうか？待ってますけどね。どうするんでしょうか。僕に聞いといた上で、店員さんにも聞いてまた考える。あ、じゃあ僕に聞かなければ何かと思ったりするわけなんですけども、そんなこと言うと夫婦喧嘩になりますので少し待っておきましょう。黒なんかな、じゃあ。の方が私服っぽいよな。どう？じゃあこれかな。それにする？うん、うん、これにしようかな。おしゃれなんこっちかなと思ったけど、めっちゃ迷う。いや、黒だったら普通の着る。これちょっと大きいよね、ちょっと。分からん、自分がどう思うかよ。じゃあ、だって合ってないやろ。ちょっと大きいかな、こっち。あかんやん。ねえ、すいません。だし、なんか違うやつ見ていいじゃん。この体操服かわいいよね。でも首が嫌って言ってたやん、さっき。でもなんかかわいいなと思った、体操服。うん、そう、出てた警報なるぞ。出てかない、出てかない。あ、かわいいじゃん。その、そうやってこっちも黒やったら体操服なるじゃん。うんうん、あ、かわいいね。確かに肩は合ってるもんな。うん、うん、うん、じゃあもう一回取りに来てもいいですか？あ、じゃあそうします。すいません、ありがとうございます。かもかわいい。
カバも欲しくなっちゃった。でもウーフォス買ってもらえるからいっか。ここがね、たまたまバルトロがあって、まあ、パンツとかもな、ショーツこの辺ずらーっとあんのよ、うん、あの冬場とかは水沢だもんずらーっと並んでる。派手なおじさんおばあちゃんの座布団ではありませんのでね。こんなひっそりと2階にあったんか知らんかったな。